あれ、白金くんおはよう。超早くない？てっきり委員長だと思ったよ。どうしたの？宿題忘れちゃったから。先生のこともあるしさ。ないね。先生が悲しむから早く元気出そうね。それじゃあまた教室でね。
あんたが確かめようとすると、相手は自分の脳の中にある白金と約束をした記憶を探ろうとした。何？それを感知したセンサーは、相手が探り当てた白金と約束をした記憶を白金に関する因果情報として反応して送り出した。どうしたの？そして不毛な会話が交わされ、相手が記憶を探るたびにさらに様々な記憶がセンサーによって関連付けられ、相手に送り込まれる。白金くん大丈夫？さらに思い出そうと必死になった相手の意識は、最終的に白金タケルという存在そのものに関する根源情報にたどり着いた。白金くん。センサーは因果の結果から遡り、相手の脳にある白金タケルに関する全ての記憶情報を芋づる式に関連づけて根こそぎ送り出してしまったのよ。バスだって、マーク外せ、マーク、あ、戻れ戻れ、カウンター来るぞ、戻れ、白金止めろよ、おい走れって、あーマジかよ。前半終了、5分休憩だ。おい白金、お前ならさっきの止められたろ、もっと気合い入れろよ。なんだよお前、仕方こいてんじゃねえよ。おいおい、お前ら何やってんだよ、やめろよ。お前もさっきの見ただろ、こいつ全然やる気ねえんだよ。おいタケル、なんだよそれ。タケル、お前な、気持ちはわかるけどさ。なんだお前、てめえだけ悲しいつもりかよ。お前その態度はあんまりなんじゃねえか。みんなだってマリモちゃんのことは、いい加減にしろよ。やめとけよ。俺なんでこいつがこんなになってるか知ってるぜ。なんだよそれ。こいつ事件の前の日、スカテンでマリモちゃんと飯食ってたらしいぜ。タケル、それって本当なのか。部の後輩に聞いたんだよ。そいつ柊木町のスカ店でバイトしてるんだ。タケル、さっきからお前な、お前その日マリモちゃん見て泣いてたよな。本当は何か知ってるんじゃねえのか。おいやめろよ、さすがにそれは言い過ぎだろ。お前とマリモちゃんとストーカーって三角関係だったんじゃねえのか。お前もいい加減にしろよ。それが原因でマリモちゃんは殺されたんじゃねえのか。あ？おい！なんだこの野郎。あ？てめえが殺したくせに偉そうなこと言ってんじゃねえよ。なんだとこの野郎。俺がマリモちゃんの仇取ってやる。かかってこいよ。やめろ二人とも。お前ら何やってるんだ。ちっ、お前ら後で体育教会室に来い。ほら後半始まるぞ。え、
俺もですか？つべこべ言うな。ほら、後半始まるぞ。ちったちった白金、てめえ後できっちり肩はめっかんな。逃げんなよ。なんだ今の音。体育館の方だぜ。体育館？女子がバレーボールやってるはずだろ。なんかぶっ壊したのか？なことはねえだろ。おい、なんか悲鳴聞こえたろ。なんかやばそうだぜ。なんかやべえよ。行ってみようぜ。ああ、こら、お前ら勝手に行くな。こら。ダメだ、入っちゃいかん。お前ら教室に戻れ。いいから、ほら、早く外に出なさい。早く。救急隊が来るから入り口は開けておきます。ほら、お前ら邪魔だ。教室に戻れ、早く。救急車はまだですか？早く教室に戻れ。戻らんか。何が起きたんだよ。天井から吊ってあったバスケのゴールが落ちたらしいぞ。バカ、おめえ何言ってんだ。鏡が下敷きになってんだぞ。え、シャレになってねえんだよ。手足がなんか変な感じで。タケル、おい、こら、落ち着け白金。おい、入っちゃいかん。やめろ白金。どこに行くの？どこに行くのかって聞いているのよ。答えなさい。関係あるわよ。ここまで首を突っ込んだんだからね。まさかとは思うけど、屋上から飛び降りる気じゃないでしょうね。勢いでそんなことをするなんて何の意味もないわ。頭冷やしなさい。それにやるにしても、ここではよしなさい。みんなに迷惑よ。確かにそうね。でもあんた、もともとこの世界にいた白金も巻き添えにする気？いい迷惑よね。勝手に精神乗っ取られて、いろんなもの奪われて、その挙句に自殺に付き合わされるなんて。あんたの半分はこの世界の白金、マリモから預かった私の教え子なのよ。勝手に殺さないでちょうだい。あんたは訳のわからない力に翻弄されて、勝手にいろんなものを奪われたことが辛くて悲しかったんじゃないの？もともとこの世界にいた白金にとっては、あんたがその訳のわからない力そのものだったってことになるわね。それに前も言ったけど、マリモと鏡にとってはあんたがベータとかいう敵そのものってことになるわね。
貴様何やってんだ。おい、何やってるんだ。先生から離れろ。いい加減にしろ。こんな時に面倒を増やすな。わっ、引っ込めたぞ。先生方、こいつを抑えるのを手伝ってください。どうしました。とにかくこいつを抑えてください。はい。こら、やめるんだ。暴れるんじゃない。くそ、なんて力だ。バカマン、何をやってるか。落ち着け、落ち着きなさい。先生方、もう結構です。光月先生、この子は 3B の神宮寺先生のクラスの子なんです。え、神宮寺先生の。じゃあさっき事故に遭った。そうです。この子は事故に遭った鏡とは幼なじみなんです。光月先生、鏡には諸岡先生が付き添っています。病院に着き次第連絡が入る段取りです。わかりました。ありがとうございます。事故に関しての緊急職員会議がありますので、先生も A 会議室へ。先生、急いでください。はい、すぐ行きます。白金、わかったわ。あんたを消してあげる。職員会議終わるまで校門で待ってなさい。いいわね。必ず消してあげるから。この世界の白金を巻き添えにするんじゃないわよ。返事は。もう一度確認するけど。何を言われたって、俺は帰りますよ。前も説明したけど、この装置であんたを送り込めるのは、あんたが干渉した世界。はい。あんたがよく言っている元の世界から分岐した別の世界だけど、それでもいいのね。はい。それ以前に自分で消しちゃうこともあるかもね。待たせたわね。乗りなさい。後にしましょう。早く乗りなさい。どこに行くのか気にならない？そう、今から鏡の家に行くの。あんたを消す前に副担任としての仕事をしなきゃ。鏡の両親、今いないの知ってるでしょ。鏡の両親は今、三剣の手配したチャーター機で日本に向かっている。諸岡先生から連絡があってね。それまでにいろいろと必要なものをご両親の代わりに届けるの。鏡は生きてるの。姉のいる病院に運ばれたの。三剣の医療スタッフも大勢来てるらしい。とにかく鏡は生きている。ちょうど鉄骨と鉄骨の隙間に頭や体が入って、奇跡ともいえる状態だったそうね。
あと数センチでもずれていたら即死だったって。ただいえ、いいわ、別に。着いたな。光月教諭、お待ちいたしておりました。入り口の鍵を開けたのみでございます。お手数かけるわね。ありがとう。いえ、タケル様、行きましょうか。白金はいいわ、あなたはそこにいなさい。これってなんだかわかるわよね。タケルちゃんがプレゼントくれなかった。約束忘れちゃったのかな。サンタさんやっぱり来ないんだ。ケーキ食べた。いちごのショートケーキ美味しかったよ。外に出ると雪が降ってた。約束した日と同じだった。積もったら明日は雪合戦する約束したよ。けどタケルちゃんと二人だとボコボコだよ。ボコボコ。明日どうしよう。すっごく良くない気がする。ボコボコだ。手加減してくれるよね。してくれなさそうだよ。とほほ。今日は私の誕生日。タケルちゃんよりピリお姉さんなんだ。えっへん。ろうそくの火消そうとしたら後ろから押された。そのままケーキにめり込んだよ。違うって言ってたけど、あれ絶対にタケルちゃんがやった。ひどいよ。悲しかったよ。ひどいよ。なのにタケルちゃん笑ってるんだもん。でもちゃんとごめんって言ってくれた。やっぱタケルちゃんだね。アンモナイトの化石を壊しちゃった。すごく高そうで、どうしたらいいのかわからなかった。そしたら、タケルちゃんが来て、助けてくれると思ったのに、先生に言いふらした。ひどいよ。担任の先生優しいから、大丈夫って言ってたけど、高いから弁償だよ。私のお小遣いじゃ足りないよ。カタツムリでごまかそうとしたけど無理だよ。違う先生が来てすっごく怖かった。タケルちゃん生まれ変わったとか脱皮したとか言ってもっと先生を怒らせてた。けど最後に
自分がやったって言ってくれたよ。ありがとう、タケルちゃん。すっごく嬉しかったよ。それと、ごめん。どっか別のとこに連れて行かれちゃったけど、平気だったのかな。帰り道で聞いても教えてくれないんだもん。本当に嬉しかったんだよ。ありがとう。もうすぐ卒業だね。先生が将来の夢とかそんな話をしてた。タケルちゃんに聞いたらお金持ちとか総理大臣とかなんかめちゃくちゃ言ってたよね。それ本気なのかな。私にはオグラグッディメンになれと言ってたし、無理だよ。人間だもん。夢ってなんだろう。私の夢、やっぱタケルちゃんと一緒かな。うん、それで決まり。私たち今日から中学生だ。やったね、タケルちゃんと同じクラス。これからは制服着て毎日一緒だね。タケルちゃんってばうぜーとか言ってたけど、私がいないと朝起きれないじゃん。今日だってそうだった。もう中学生なんだからちゃんとしないと。けど私が起こしてあげるから起きなくていいよ。毎日一緒に行くんだから、覚悟しとけ。ひどいよ、ひどいよ、ひどいよ、タケルちゃん。もうなんかムカつくよ。髪の毛切るの失敗したからってこけしとか言わないでよ。あだ名になったら呪ってやるんだから。それに雨が降ってたせいで全然決まらなかったし、はぁ、こんなつもりじゃなかったのにな。今度は可愛いって言わせてやる。っていうか言え。どうしよう、どうしよう、大変だ大変だ、事件だよ。タケルちゃんってば悪霊ヒイラギ目指すとか言った。来年度は私たちも3年だから、卒業式の帰りにちょっと聞いてみたらこれだよ。ひどいよ、そんなの聞いてないよ。私の成績じゃ悪霊ヒイラギなんて無理だよ。タケルちゃんだって今のままじゃ無理だけど、タケルちゃんは平気なんだ。どうしよう、どうしよう、勉強するしかないよ。死ぬ気で勉強してやるんだから。もうなんか日記なんて書いてる場合じゃないって。寝る。
どうだ、見たか。最初怖くて全然番号見れなかった。タケルちゃんがスミカ落ちてるとか言うからすっごくびっくりしたよ。あの嘘はひどいよ。心臓止まったよ。本気でマジでしょんぼりしちゃったんだから。タケルちゃんってば、私のこと裏口入学呼ばわりまでしてさ、せっかくの喜びが台無しだよ。一緒にいっぱい勉強したから知ってるじゃん。けどこれでまた3年間一緒だね。ざまみろ。あの子の日記でしょ。すごい量ね。鏡に関しての私の仮説が間違っていた理由がこれよ。
鏡はきっと自分の様子がおかしいことに気づいていたんだと思うわ。白金のことばっかり毎日毎日読み返して必死に記憶を保管していたんでしょうね。辛かったんでしょうね。自分が忘れてはならないものを忘れていることに気づいてしまったんだから。そうね。俺の話を信じてくれるならもう俺に近づくな。どうしてよ。俺と話をしていると俺のことを忘れてしまうんだ。そういうことだったんだ。だからあんなことが。あんなこと？そんなのどうでもいいよ。そんなの解決してるの。なんだよそれ。買い物行った。起こすときに胸触られたよ。何するかー！許さないけど、タケルちゃんだから許してあげるよ。明日からが楽しみだね。タケルちゃんのお母さんにバッチリ家の鍵も預かったし、自由の身だって油断しまくりなタケルちゃんをびっくりさせてやるんだから。ふっふっふ、覚えとけ。けどタケルちゃんも惨めな人生を送ってるんだ。松茸食べたことないなんてすっごくかわいそう。負け惜しみにしめじとか言ってるんだから。晩ご飯作りに行ってあげよう。うん、明日からすっごく楽しみだ。覚悟しとけ。どうなってんのよ。タケルちゃん起こしに行ったらチェーンロックだし、布団取ったら知らない女の子と寝てるし、学校行ったらその子が来るし、メイヤと呼ぶが良いとか言っての距離に近すぎることはなかろうとか言ってるし、タケルちゃんの家に帰っていくし、やることなすこと全部むちゃくちゃだ。これ何？なんか疲れたよ。ウサギのサンタさんのことタケルちゃん忘れてたしね。猫だとか犬だとか言って最低だよ。あの約束もうダメになっちゃったのかな。そんなことないよね。私とタケルちゃんどうなっちゃうんだろう。何書いてんだろう。もう寝るぞ。料理対決だ。あー、絶対運命という固い絆で結ばれているとか言ってたけど大丈夫。私なんてタケルちゃんとずっと一緒だったんだから。よーし、明日のためにもう寝る。あんたたちって本当にずっと一緒だったのね。いきなり強盗が押しかけてきたら危ないよ。突然倒れたら助けてもらえないよ。隕石落ちてきたらすぐに逃げられない。だからやっぱ鍵はかけないよ。うん、決定。うぅ、タケルちゃんに見られた。トイレだよ、トイレ。
ちゃうところだったじゃん。あと数ヶ月で卒業なんだよね、私たちも。そしたらタケルちゃんと一緒に白陵台に行くんだ。一緒なのは変わらないよね。キャベツと肉そぼろのコンソメスープはひどいよ。ロールキャベツなんだから。これくらいしか私にできることないんだよ。なんか暗いぞ、しょんぼりしてるぞ。けど、いっか。タケルちゃんが言ってくれたもんね、うまかったぞってさ。すっごい照れた声だった。これでいいんだ。それは…なんでもないわ。タケルちゃんと怪しい会話をした。寝不足でいきなり帰っちゃうから何かと思ったよ。朝から変だったもんね。夜も大事そうに紙の束抱えてたし、怪しい会話をしたってこと書いてやるって言ったら絶対書くなって言われた。もちろん書いたよ。でもタケルちゃんの変な理由がテスト勉強なのかゲームのやりすぎなのか、それは問題だね。タケルちゃんがいきなり泣き始めた。神宮寺先生の顔見ていきなりびっくりした。タケルちゃんの顔が本気だった。何があったんだろう、どうして泣いてたんだろう。朝からタケルちゃんは様子が変だった。わかんないけど私も辛い。タケルちゃん元気出して。神宮寺先生が死んじゃった。家に帰ってからお風呂で泣いた。なんであんな優しくていい人がひどい目に遭わされなきゃならないの。なんで好きな人を殺したりできるの。どうしようもなく悲しい。もう神様なんて信じられない。昨日まで笑顔で話してたのに。もう神宮寺先生は帰ってこないんだ。でも落ち込んでる場合じゃないよ。タケルちゃんが心配。タケルちゃんおかしくなっちゃったりしないかな。どうしよう、私にできることなんだろう。ダメだ、頭が混乱してる。なんか最近忘れっぽい。ショックのせいかもしれない。日記を見ると書いてあるから私が忘れてるんだ。タケルちゃんの言ったこと忘れるなんて私変。もっとしっかりしなきゃ。神宮寺先生がいない学園に行くのは辛い。だけど、私が落ち込んだら、タケルちゃんを元気づけてあげられない。でも、多分寝るときに、また泣く。諸岡先生と光月先生が、クラスの担任に決まりました。光月先生は、強いと思います。親友の、神宮寺先生があんなことになったのに、と
ても強いと思います。その強さをほんの少しでも欲しいです。そしたらタケルちゃんを元気づけてあげられるから。先生が私にタケルちゃんにあまり近づくなって言いました。きっとそっとしておこうってことだと思いました。でもその通りだと思ったけど、お出かけの約束をしました。私はタケルちゃんを元気づけてあげたいです。そのためなら何でもできます。頑張れます。明日はタケルちゃんの誕生日なのに、こんなに悲しいのはかわいそうすぎます。お出かけまでにプレゼント買ってこなくちゃ。少しでも元気になってほしいから。頑張れタケルちゃん、ファイトだ。がんばれ。夜のお出かけのためにおめかししようと思って買い物に行ったら、タケルちゃんに会った。そしたら私を避けようとしたので悲しかった。だから理由が知りたくて、タケルちゃんは嫌がったけど無理に教えてもらった。それはおとぎ話のような不思議な話でした。でも私は全部信じます。タケルちゃんの冗談や嘘は全部わかるから。みんながタケルちゃんとの思い出を忘れちゃっても、みんながタケルちゃんのことを忘れちゃっても、世界中のみんながタケルちゃんのことわからなくなっても、私は忘れないよ。私だけは絶対にタケルちゃんを忘れない。忘れるもんか。忘れないんだよ。絶対に絶対にタケルちゃんと約束したんだから。だから忘れないんだよ。忘れたくないんだよ。私がタケルちゃんを一人ぼっちにはさせないんだから。いつもいつまでもずーっと私はタケルちゃんと一緒だよ。一緒にいるんだからね。最後にすごいことがありました。私の願いが一つ叶いました。タケルちゃんとキスをしちゃいました。それも2回も。今までで一番幸せでした。これだけは絶対に忘れません。やっと夢が叶ったんだから絶対忘れません。私へ。タケルちゃんは隣の家に住む人です。私の一番大切な人です。日記を読めば絶対思い出せるから頑張れ。思い出すまで日記を読め。大丈夫だから、落ち着いて思い出そう。タケルちゃん、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 タケルちゃん。そういうことだったのね。あれほど言ったのに。違うわ、あんたじゃない。そこまであんたのことが。鏡はいい子ね。でしょうね。
あんたの存在を消すってこと、月並みだけど死ぬより辛いかもよ。そう、届け物さっさと済ませましょう。言っておくけど病院ではそうしてくれると助かるわ。